高橋草壺筆、連鎖技術士本木が東京国立博物館、所蔵公橋草壺天保2年2月3日は、幕末の文人画家である。田野村築伝の皇帝。天付の際に恵まれたが、わずか32歳で創生する。忌み川飴、地オ草壺、元吉、郷和、宅民、六伝と称したが後に草壺と改めた。他に、金光外事、片心人、 小桜坊など。文後の人。文後木月き城下府、坂町の商家、牧屋休氷の次男として生まれる。幼い頃より絵を好み地元の画家、長谷部ルーエンに手ほどきを受けるが、田野村築伝が訪れた時迷わず、武田荘に入門。以降、市、武田に伴って各地を巡遊。文政六年に京都に上り、以降帰郷することもあったが大半を、 京阪で過ごす。来山陽をはじめ篠崎小竹、青木木兵衛、浦上春金、岡田藩公、雲海内含む、小石本随、小田海戦など著名な文人たちと親交を深め、画を検算した。新書の乱明や、元松四大化に司法四方士小賀の林もお熱心にいた。竹田をして、竹田総司遊画録の中で、画作において有品は草壺に及ばないと言わしめている。 25歳も、年長の浦上春菌はまだ面識のない草壺の山水画を見て、この画は少なくとも、県流以前の秋日とか、新人の作品で、高架保や衣服級などは遠く及ばないと評し、武田から、門弟の草壺の作と本人を紹介されると、呆然自出となったという逸話が残されている。それほど山水図は、民心風の巧みな構図、精緻な筆致で描かれている。 春勤は娘婿になるように頼んだが、高橋家に断られている。その後、総坪は、篠崎小竹の娘をめとったが不縁となっている。下桁が没する半年前の天保2年2月3日、大阪天皇寺にて病没する。弟弟子に、ホ橋安宇、田野村直入らがいる。南豊タカメイガ州、ユタ第4静岡県立美術館編集、発行。 江戸絵画の楽園2012年10月7日、ピアニッシモ112から113。ありがとうございます。